3分観察教えちゃん。この番組はのどぐろ教え役の原田さやかが与えられたテーマについて3分でひたすら話していくミニ番組です。今回のお題は初回の感想ということで、天宮空さんにゲストで来ていただきました。いやー楽しかったです。初回もう初めてのパーソナリティだったから、うん、もうやっぱり緊張のあまりたくさん噛んでしまいました。うん、反省です。いいのよ、次回までには噛まない特訓をしたい、そう思っています。言ったな。そうですね。あー怖いよいや赤崎さんはねすごい圧がすごい圧がすごくて、なんでしょう、取って食われてしまいそうな食べちゃうぞ。あー怖いよきっと優しい先輩です。天宮さんとあっちを向いてホイしたの楽しかったな楽しかったです。まだかな3分1分だった。やっぱりあっち向いてホイはねマイリズムということで、うん、マイリズム素敵な言葉です。マイリズム使っていきましょう、はい、あとそうですね、天宮さんはですねお布団大好きせっかちさんなんですよ。お布団大好きせっかちさん、覚えて帰ってくださいそうですね、あとそうですね巨大ヘビがいましたね。うん、あの巨大ヘビどのくらいの大きさなのかな、1分半、3メートルぐらいなのかな、下手したらそうだな、スカイツリーぐらいあるのかな大きいね、どうなんだろうなと思って、車ぐらい飲み込める巨大なヘビ、私何言ってんだろう、わかんないよ。あまだですか3分、まだだよ、まだですか、そうですか。 あとねシャンメリー、シャンメリーっていう言葉を覚えました。私実はね知らなかったんですよ、シャンメリー。なんかおしゃれですよね、お酒がね、あお酒じゃないんでしたっけ、あお酒じゃないみたいです。シャンメリー飲んでみたいな、うん助けて助けて、まだですか、頑張れ、助けてください、あと50秒、あと50秒どうしよう教えちゃん、どうしよう。今日楽しかったことはあった、今日楽しかったことですか、そうですね、やっぱり天宮さんとあっち向いてホイをできましたそれちゃん弱かった、弱かったですくそリズムをね崩すのが簡単でした意外に動じないよね私の強さを見せつけられたかなって思いますまだかな、10秒ちょっと、あよかった、次回までにとりあえず緊張をなくします。噛まない、私噛まないよ、明日じゃない、次回頑張るよ、私頑張ります頑張るはい3分経ちました、ここまで。ナット原田さやかがお届けするレディオキリングバイツ獣人ウォッチングはインターネットラジオステーション音声で毎週金曜日配信中です。